はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないです。違います。時間は、いや、こんばんはやな。こんばんは、こんにちはじゃないです。あ、なんて言った俺今。こんにちはって、こんにちはって言った。こんばんはです。はい、こんばんはです。時間は、はい、時間がですね、6時、あ、違う、今日日付が、9月の23ですね。3、はい、時間が6時40分ぐらいです。はい、はい、今日は、昨日、今日と昨日、今日と、こちゃんはね、ゆうすけ尽くしでしたね。でしたね。まず昨日、昨日はゆうすけさんのライブに行ってきました。ゆうすけライブ2024、あの、詰め込んだんですけど、に行ってまいりました。はい、よかったですか。よかったな、すごくよかったな。俺も、チャイさんのね、3人で今回行きましたけど、過去のライブで過去一良かったんで、盛り上がったんじゃないかというぐらい、すごく楽しいライブでした。春も一曲目は、春も行ってるし、うん、一曲目は、一曲目は、ジャックポットでしたね。一曲目はルーレットで。3曲目から忘れたけど覚えてる？うん、あ、でもなんかあのアマゾンなんとかとか、アップルミュージックとかでちょっとリング入れたなと思えば、これですね。こっちゃんはね、あの、今回はゆうすけさんのライブは赤と白と2手ありまして、ライブの種類が、こっちゃんは赤やったんですね。白は東京、東京、あともう一回東京はねんな。赤はもう終わりだよ。赤最終日だな。うん、赤の瀬取りは、うん、もういいんじゃない？赤の瀬取りは出てきた。うん、ああ、うん、赤の瀬取りはね、セットリストはね、ジャックポット、ルーレット、砂時計。あ、砂時計かっこよかったな。じゃんじゃんじゃらちゃじゃんじゃんじゃんじゃらちゃんじ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 ゃん。ほんで、ライオン、うん、砂時計、ベイビーベイビー、なんかあの、あ、でも言わんほうがいいか。まあまあ、はい、赤、でも赤はもう終わりやからな。はい、タンポポ、ヒト、ライオン、アースチャイルド、ロマン飛行とね、ひまわり、桜、ネバエバ、トコナッツ、おー、覚えてるね。その拳、こっちゃんの好きなあや、みち、そしてもう一個好きな愛して愛して、おー、覚えてるな、すごいな。で、まあ、チャンピオン、ボルト、おたけび、ミツバチで、こう、あの、盛り上がる系がダーッと来て、で、ドンドル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 ン15夜で、夏の思い出、洗濯物、ヒーローのマント、で、最後がさよならまた、27曲です。すごいです。めちゃめちゃ詰め込んではったな。もう大変やったやろな。ほぼ最後さよならまたな、よかったな。ほぼ MC なし、 MC なし、なしやったな。途中であの、あれやん、ドラムの人とノブくんと、うん、鍵盤の人がボケてちょっと面白かったぐらいで、あの、コントコーナーもなかったしな。あ、でもすっごい良かったっすよ。すごい良かった。さよならまたなでは、あの、前の俺らの前におった観客、あの、クルーの人がちょっと泣いたもんな、感動して。すごく良かったです。はい。で、昨日ライブ行って、で、今日はアベノのキューズモールというところに行ってきまして。なんと初めて。まあ、初めて。なんとゆうすけさんに生で会ってこのね、あの CD を手渡してくれたん？ CD じゃなくて、あ、じゃなかった？握手、うん、その直接会うだけ？直接会って、うん、写真をくれた。あ、写真をくれた。その写真がですね、まずこれから行きましょうか。写真がね、こちら、ズンズン、こちらです。小田さん、この写真もらいました。秋山さん、ロバート秋山が写っております。はい、それとゆうすけと、
なんか澄ました顔してるけど、なんか真ん中にミラーボールがおる。なんだこれ。これ生写真もらいました。これを受け取りましたね。直接会ってどんな会話したん、ゆうすけと。いつも、うん、ライブ行ってますとか、うん、骨像の T シャツいつも着てくれてありがとうとか言われました。ああ、言われたん、今日骨像着ていったんかな。骨像着ていて、うんうん、黄色い車椅子も見られました。あ、車椅子見てくれた。なんか一番チャーちゃんの話だと、一番最後まであのこの手渡し会もあって、最後の最後で車椅子からってちょっと違うところに案内されて、そこでやってもらってるな、うん、すごかったな。そんなことあんねんな。戦隊の時もそうやもんな。戦隊の握手会も最後な、うん、車椅子だからってちょっと別室でやってくれるもんな、うん、あのマリーナシティ行った時な。まあ、みんな親切でありがたいですね。いや、ほんでもうこれも握手会も本当はね、無理やったかもしれへん。え、もうみんなたくさんこれ握手会のチケット買うから、あの数が足りへんようになって、もう5時からの分も微妙やってなってんけど、クルーの人が、こっちゃんが一番仲良くしてもらってるクルー のトラユーさんっていう人がですねチケットを2枚持ってて分けてくれました。2時からの分の方を譲ってくれて、はい、感謝感謝感激、ありがとう千尋ちゃん。いつもね、すいません、昨日もえらお世話になって思ってね、なんかいろいろ物もらいました。え、お土産もらいました。そのじゃあそのお土産をねちょっと紹介していきたいと思います。まずこれからいこうか、今日のやつ。あ、これ昨日のやつやな。昨日のこれ最後に帰る時にもらったやつよね、うん、目指せ甲子園、ほな行こうかって書いてます。これは甲子園でライブする、これは向こうのスタッフから、うん、そうです、スタッフの人からもらったやつですけどね、はい、ゆうすけさん甲子園目指してるらしいです。野球の時甲子園行かれへんかったんで、ライブで甲子園を目指すそうですね。もう多分これはまあまあほぼほぼやること決定してるんじゃないかっていうチャーちゃんの読みですけど、どうでしょうか。 で話戻ります。千尋ちゃん、あのトラユーさんにいただいたこれです。これな、こっちゃん もあんねんな。抽選の、うん、何だっけ、ガラガラ抽選、じゃガラガラ抽選じゃくじ引き、ガラポン抽選、うん、のやつで、ステッカーか景品が当たるってやつだったんですけど、うん、でその、ステッカーの方ですね。これはもらったやつです。ちひろちゃん、これかわいいな、このゆうすけかわいいな、この形的にな、うん、ビーチューバーマンチョコみたいなあの勇者ゆうすけが、あ、これがそうやん、ほら骨像ビーチューバーマン、ビーチューバー、ビックリマンみたいな、ビックリマンのステッカーみたい。こんなんくれたけどええんかな。ちひろちゃんはあれか、ダブったやつかな、これ何枚ぐらいしはったんやろうか。これひまわりの「ゆ」って書いてる。これあんまりようわからんな。あ、こっちに当たったやつもあるんだ。あれちょっと紹介しようか、うん、でこれがこっちゃんが当たったやつな、うん、こっちゃん当たったやつはこれでした。勇者ゆうすけ、これかわいいな、はいこれも出ました。これは当たったやつで、これは千尋ちゃんにもらったやつね、トライさんにもらったやつ。ほんでこれもあるな、これはあのファンクラブ限定のなんかプレゼントのやつやな。プレゼント、うん、似合って笑ってるな、うん、あの詰め込んだんですけど、こんだけやったみたいね、うん、でうちはこの最後から2番目のオリックス劇場ですね、はい、9.22 で最後このトークネットホール仙台、これが最後なんやな、大ホール、これが9月28日にやって、これが城の方のライブで最終らしいです、はいはい、で続きましていろいろあります。でまだまだもらって、次からまたもらったもの、あ、これはちゃうな、これ全然これなんかポーチです、なんかそのポーチです。
こんな可愛らしいサーモンピンクのポーチいただきました。これはくじ引きやったな。 D 賞やったっけ。 D 賞、 D 賞か当たってるな、くじ引きで。うん、なんと A は楽屋、楽屋、楽屋訪問、楽屋訪問もな、緊張するな。これ何入れるか、こっちゃん楽屋訪問な、うん、何喋っていいかわからんな。そうやねん、嬉しいやろうけど何喋っていいかわからへん、緊張するからどうしようってなるな。嬉しいけどどうしようってなるな。こんなポーチです。なんか化粧ポーチみたいな。化粧ポーチにはちっちゃいか。何やろ、何入れるこれ、こっちゃん。女の子のカバンみたいな。女の子のファンが多いからどうしてもこうなってくるんじゃん。はい、これはあのくじ引きだったり、あ、これの外れがこのステッカーやな。外れがステッカーです。当たりがこのこういうやつとか、あと楽屋訪問とか。これは入らへんな。それ今日は入れへん、今日は入れへん、今日入れへんな。何が、あ、これを入れんの、うん、入れよう思ったら入るけど、こうやって持っていく。さ、喉乾いたなー言うて、ピーって開けて、なんとここからタンブラーがバーンって出てくるっていう。タンブラー入れ。邪魔くさいな、邪魔くさい、邪魔くさいな。普通にそのこのままカバンに入れたらいいかなっていうのあるけど、まあまあいいや。はい、これ、これじゃないので、これね、はい、これです。はい、これと続きまして、そしておかき、おかき、バカウケのおかき。これは千尋ちゃんにもらいました。パンプキン味だそうです。なんかじゃん、おかき、バカウケ、青のり、醤油味、これ1個もらいました。美味しかったです。そして続きまして、ズン、ビスコ、リンゴ味、これも美味しかったです。そしてこれがズン、阪神の中野の、中野のユニフォームお守り。こちゃんが、小太郎さんが、トラっていう字が入ってるから同じトラ党やからって言ってくれました。はい、なんかいっぱいくれましたね。まだまだあります、まだまだあります。ずん、ビスコ、リンゴ味でね、あります、まだあります、まだあります、まだまだありますよ。そしてここからは仮面ライダーシリーズ。なんとわざわざ仮面ライダーストアに行ってくれたそうです。はい、わざわざ、うん、本当にありがとうね。あ、これもあるな。あ、ガッチャードファイナルステージのチラシ、これはね、今回はあのお家で応援したいと思っています。はい、はい、続きまして、あれねんな、行くー言うて言われて、その全部行けるかって怒られてんね。ちひろちゃんにも行かへんのって聞かれました、うん、聞かれたね。全これなんやろね、ライドケミトレカのなんか開けてみる、これ、うん、手だけね、これ切んのか、開くわ、開けますせ、はい、何が入ってんやろ。よし、お家で応援するって。お家で応援します。はい、あ、チャームか、チャームかな、もしかして、はい、これ出えへんど、これ出えへんど、これこっちじゃん。よっ、あー、はい、どうぞ。出るか、あ、ベタベタで滑りそう。料理やるわ。ズン、ガチャ、あ、ライドケミトレカチャ、チャーム、ちょっと袋を取りたいと思います。ガチャ、なんかでもこれすごい高級な感じするな、この高級、うん、よいしょ、よし、はい、出ました。あ、これ何や、これ誰や、これ誰や、マッハウィール、マッハウィール、マッハウィールのライドケミトレカ型のキーホルダーです。はい、ありがとう。こんなが出ましたよ。そして
まだあります。まだあります。こちら続きまして、まだあります。ズンガキン。これはガチャガチャやな。だこれはジャン変身ベルトガブ。いいタクミンやな。のガチャガチャですね。そしてまだあります。ドルル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 トレーディング缶バッジコレクション全6種。さあ何が出るでしょうか。出てみたいと思います。はい、全あ、ゼロワン。俺だ俺だ。お前を止めることができるのはただ一人、俺だですね。ゼロワンです。ゼロワンさん、嬉しいな。かっこいいね、ゼロワン。ゼロワン。そして、まだあるよ。これ何？ガキン。あ、ズン！バルバラドのキーホルダー。チャーム、スイング、スイングっていうのこれ。スイング。なんかキーホルダーのことスイングっていうな、今だけの人は。バルバラド。笑えないジョークだ、はい、これあれかな。笑えないジョークだ。仮面ライダーになってない方のバルバラドかな。あ、そうかもしらんな。あ、そうやわ。変身、あのライダーになる前のバルバラドや。ラケシスとかかなってやつちゃう。こうやってもあの変身ってやつ。あ、変身、変身、はい、で最後こちらですね。ズンズン。はい、平成ライダートレーディングミニタオルコレクション B 全10種。さあ開けてみたいと思います。何が出るでしょうか。ミニタオルやからね。これでこっちゃんのベタベタの手でも拭くか。はい、どうぞ。ズン。お、バッチリミナン。なんてバッチリミニミナン。バッチリミナー、チクチクバッチリみなー、ちょく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 、ガイガン。ゴースト、俺。グググゴースト、覚悟、レッツゴー、ゴー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 ストやったっけ。これ、うん、ゴーストのミニタオルです。学校に持って行ってたミニタオルと一緒かな。ああ、そうなん。はい、こんな感じです。なんかむちゃむちゃ物もらいましたな。こんなにもらっていいんかな。お返ししなかった。お返しし。お返ししたのにお返しくれた。してもしてもくれる、はい、もう先回りして先の先のお返しぐらいしようかな。はい、変身ベルトガブもあげましたよ。さすがにあれやな、連動はしないな。でもこれでご地蔵入れてガブグリグリってなんじゃない。グリ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 、いやあ、ごちそうあるわ。ごちそうついた。ちょっと待って、これステッカー貼るのかも。うん、これごちそう食べたらな。うん、いやあってなるの。いやあ、うわあってなるな。ではこれな、ちゃちゃ学校に持って行ってるタオルと一緒かな。ごちそうできました。じゃあこの前なんかもらったビルドのやつのちっちゃいバン。あ、プロボトルのやつ。ここにこうごちそうをセットして、ごちそうをセットしてグリ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 したらガブ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 ってなるな。うん、これでガブガブないな。ガブ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 で変身すんねんな。はい、はい、ごちそうです。できました。これあれやねんな、ちょっと、うん、リンネなんかマゼートなんかどっちか外してこれをそやなつけないかな。そうやな、ちょっとだいぶ多いからな、こっちゃんのリュックにはもうバッチとかチャームスイングだらけなんて思ってるからな。なんかちょっと外すか。ノアサイドで作ってもらったやつとかあるからな、うん、そうやな、まあ、古いのから外してたりちゃう。ノアサイド新しいやんか。
リンネも新しい。リンネも新しいな。なんかまあまあそれチャーちゃんと相談して決めて。はい。はい、こんな感じです。ちょっと長い動画になりましたが、以上です。じゃあ。楽しかったですね、とりあえずね。うん。昨日、今日とすごい良い2日連休でした。はい。2連休でした。はい、というわけでこっちゃん、今日は。はい。で、うん？その前にお墓も行ってるからね。あ、墓参りも行ってきたね。じいじのお墓参りも行って、雑草抜いて、お墓をきれいに拭いてきました。でも行ったし。はい。ゆうすけもいたし。ゆうすけとも初めて生で会えたし。ライブも行って盛り上がったし。よかったですね。はい。はい、で、今日は、最後は、最後の締めは、そうめんと。はい。ということで。はい、というわけでごちゃん、じゃあ今日はこれで終わりです。くるくる回るやつな。そうやな。はい、じゃあこれで終わりに締めてください。はい。というわけでごちゃん、今日は、昨日と今日は、ゆうすけのライブと直接会えたとんと。ミニライブ。ミニライブも行って、いろいろ楽しんできましたという話でした。はい。それでは、じゃのー。じゃのー。ちひろちゃん、いつもありがとう。いつもありがとうね。またよろしく。またよろしく。